サイドタブを。ストリートビューが古すぎる。人のせいにしちゃダメなのだ。今日はどんな出落ちを披露してくれるのですか。出落ち前提なのか。だって最近いつも冒頭15秒くらいで出落ちするじゃないですか。そこまで傾向をつかめているならこの際言いますが、今回も出落ちです。それじゃあ早く見せてください。焦るといいことないですよ。焦らすようにしたのはどこの誰だと思っているんですか。ついでに言うと交換されてるのはこれだけではありません。違和感とかはありませんが。どういうこと。なんとこれ全色の庇が全部バラバラになっているんです。いや、そういうことじゃなくて、黄色と赤の庇は何が違うんだ。僕の出番なのだ。まず庇の錆具合を見てみるのだ。黄色は特に錆びていないが、赤は黒錆だらけなのだ。おいとは普通赤錆が発生するのだ。次に庇の付け根に注目するのだ。比較してみると、ホイト鉄板のものと強酸鉄板のものではちょっと角度が違うのだ。これらの特徴から強酸鉄板のものだと推測したのだ。カメラをお返ししますのだ。つまりどういうことですか。今の説明でわからなかったの。ズンダマンが可愛いということだけ伝わりました。今日のズンダマンはかなり的確に説明していたんですが、庇の付け根がどうとか言っていましたが、普通そんなの見ませんって。細かなところに気づかないと隠れネタを見つけられないんですよ。信号機は信号機です。それ言っちゃおしまい。つまり信号機ファンは細かいところまで見ないといけないということですね。そういうわけじゃないけど、そこまで細かい見分けができるのであれば、以前からずっと迷っているらしい強酸鉄板と NS 鉄板の違いとやらがもちろん見分けられるんですよね。見分けられるんですよね。あ、逃げた。待ちなさい。ライチュラマゴン、コーゼオンテクノロビデチョー。